おはようございます。ペラオ店長です。まだ暗いですが、東北一人旅7日目、金巻に向かっていこうと思います。その間ちょっといろいろ立ち寄っていこうと思うので出発です。行ってきます。はい、八戸の朝市に来ました。現在5時です。朝市で朝ごはん買ってきました。せっかくのでね、近く港まで来て港で食べたいと思います。はい、全部で450円でした。本当は海鮮とか食べたかったんですけど、海鮮もなんか切り売りはしてなかったので食べていきたいと思います。こちら、ここは久慈駅です。知る人ぞ知る、朝ドラあまちゃんのロケ地になった駅です。このデパート出てましたよね。で使われたビルです。2階は窓開いてる、こっちから入れるっぽいんで使ってるのかな。1階はもう抜けの殻ですね。1個も使われてないです。階段あるんでちょっと上がってってみます。カビ臭いです。メガネです。一通りです。景色はいいです。盛岡駅到着です。いい天気です。新幹線と JR の駅が一緒になってるんで結構大きな駅です。じゃじゃ麺と盛岡冷麺を食べていきたいと思います。
花巻市大沢温泉に着きました。ここら辺で一番の安宿みたいです。なんかシステムが変わってるみたいなんで面白いに泊まってみます。今回唯一の温泉宿です。奥に左側にトイレがあります。はい。はい。でお部屋はこちらです。でこちらのお部屋になります。でこちらです。はい。はい、よろしくお願いします。はい。景色はこんな感じ、めちゃくちゃいいです。布団があって6畳の部屋。あ、もうなんか。年季は入ってますけど、清潔な感じで、思ったより全然いい感じです。こっちからこんな鍵がかかるみたいですけど、出てくときは鍵かかんないみたいです。いや、今日はあとはゆっくりします。晩酌始めます。